話で。皆さんおはようございます。おはようございます。今日から秋季練習に入ります。今年はちょっと名古屋球場だけということで、皆さんにご不便をおかけしますが、ご了承のほどお願いします。まあ、それでご承知の通り、この度、立浪和義さんを新監督にお迎えいたしました。まあ、私がご説明するまでもなく、ドラゴンズの一つでプレーをされ、その後も、解説者などでずっとドラゴンズを見続けてきていただきました。監督としては私どもは最適任者だというふうに考えております。そしてコーチの皆さんもほぼ一新をさせていただきました。まあ、コーチの皆さんも現役ドラゴンズの実績はともかく優勝経験も豊富ですので、必ずやドラゴンズのために役立っていただけるというふうに踏んでおります。まあ、今シーズン我がドラゴンズは大変厳しい結果となりました。まあ、ファンの皆さんも大変悔しい思いをしていると思います。私自身も周りからいろいろ言われ大変悔しい思いをしてまいりました。ただ一番悔しい思いをしているのは選手の皆さん自身だと思います。その悔しさをバレにこの秋季練習そして来年の春のキャンプを終えて新しいシーズン、ファンの皆さんに喜んでいただけるような戦いをしていただければというふうに思っています。まあ、最後になりますが、再三申し上げます。今年も怪我人が多く出ました。くれぐれも怪我には注意して、取り組んでいただくようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。強いドラゴンズを取り戻しましょう。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。今日から、ね、新しい体制でもう来季に向けてスタートしますが、まあ、このキャンプの目的っていうのは個々のレベルアップで、この球場で、まあ、これだけたくさんの人数で練習するわけですが、まあ、とにかく一人一人が、ね、課題と向き合って、でその課題をしっかり把握して、で特に若い選手、ね、これから一番伸びるこの約20日間来年につながるようにしっかりと目的意識を高めて練習に取り組んでください。でこの時間を無駄にしないようにね、もう来年の戦いは今日から始まってるん で今まで外から見てきて、まあ、自分もたくさん気づいたことはあるけれども、しっかりと勝つために、で自分が一軍に上がるためレギュラーを取るため、そういった目的意識をはっきりとして今日からスタートしてください。あと最後にもう一つ、今日からね、まずみんな気持ちいい挨拶できるようにね、グラウンドの中にいる関係者、これはオフになって外に出てもそうだけど、ドラゴンズの選手はしっかり挨拶できるな、ね、気持ちいい挨拶ができるなって思われるように、そこもしっかり徹底してください。以上です。で新しくコーチ今日全員じゃない、何人かのコーチはまだ来れてないですけども、紹介だけしますので、はい、各自で、はい、二軍監督から、はい、片岡です。よろしくお願いします。それだけ、まあ、トークはもうちょっとしてからね、徐々に発揮していきますから皆さんよろしく、はい、西山です。よろしくお願いします。顔と名前がちょっとまだ一致しないんで、ちょっと失礼があるかもしれませんけど、早急に覚えますんでよろしくお願いします。中村です。よろしくお願いします。打撃部門で、いろんなこと聞いてきてください。何でも教えます。なんとか、打撃向上、なんとか勝てるように打線を上げていきます。よろしくお願いします。山井です。引退したばっかりで、皆さんとは、性格もピッチャー陣は把握していると思いますので、これからも、いろいろ会話をしてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。森野です。2年ぶりに、ドラゴンズに戻ってきました。
大体知ってる選手が多いんですけども、打撃ですねの方を担当するんですけど、やはり打たないとつまらないです。皆さんが打てるようにね、サポートしていくので、今後ともよろしくお願いします。中村豊です。ドラゴンズのため、立浪監督のために、全力で戦います。シンプルな言葉ですが、重みを感じながら、しっかりやっていきますので、よろしくお願いします。おはようございます。大西です。今日からね、しんどい練習始まると思いますけど、明るく元気よく、僕もやっていこうと思います。よろしくお願いします。じゃあ、今から練習を始めますが、あのフリーと言われている組、ちょっとこっち集合してもらって、で、あとの残った選手、荒木コーチから今日の練習、ちょっと説明してもらいますので、いいね、はい、はい、じゃあお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。ナビちゃん、10秒です。はい、最年長頑張りましょう。最年長5秒前、ゆうこちゃん
はい、質問させていただきます。今日まず初日ということでしたけれどもいかがでしたか。いや自分もあの選手もちろんあの全員、ね、顔名前ちょっと把握できてないところも当然あるんで、まあ、あのでも改めてみんなの前で、ね、こう顔合わせて今日から練習スタートできたっていうのはね、まあ、選手もあの相当な気持ちでは当然このキャンプに向かって、まあ、来てくれてると思いますし、まあ、今日幸い天気も良かったですしね、まあ、明日からのしっかりとした練習をやる上での今日一日は、まあ、アップ段階といいましょうかね、まあ、準備というところでは、まあ、当然あのシーズン終わって日にちがまだそんな経ってないので、まあ、当然動きもいいですしね、まあ、とにかくこの秋はあの挨拶の時にも言ったんですけども特に若い選手のレベルアップですよね。そこをスタッフと一緒にしっかりやっていきたいなと思ってます。厳しいキャンプになりそうですか。はい、もちろん、ね、今やらないと、ね、当然あのプロ野球の世界ですから厳しいのはこれ当然ですから、あのしっかりともちろんあのためになる練習をね我々はやっていかないといけないわけなので、ね、長く厳しいだけではなくてね力がつくような練習方法も含めてしっかり考えていきたいなと思ってます。冒頭の訓示ではあの選手たちへの挨拶のお話もされてましたけど、いやこれはやっぱり、ね、スポーツマンは、ね、マスコミのとかメディアの皆さんの対応も含めてやはりこう、ね、ドラゴンの選手は、ね、気持ちいい挨拶ができるなと変わったなというねいうふうに言われるようにこれはもう社会人としても当然のことだと思いますし、ぜひそういうチームはね、しっかりと作っていきたいなと思ってます。あの個別でバッティング練習の時には、岡林選手とか石川選手に声をかけてらっしゃいましたが、どのような声をかけてらっしゃいますか。まあ、もちろんあの、ね、今の選手っていうのは、ね、上からそのやれって言われても、それだけではやっぱり当然もう通用しないようなな感じになってますからね。とにかく頑張れば、ね、具体的にこうなれるというようなね、まあ、そういう話は各自にしたんですけどもね。あの背番号は今日正式に73番ということが発表されましたけれども、はい、この73番への意味とかはありますか。いやそこはねあんまり自分の意識はないです、まあ、1軍は70番台統一して2軍は80番台、まあ、そうやってやろうというこの間集まった時に、まあ、そういう話を決めたので、まあ、70番台であれば、ね、現役の3をつけてあのそんなに難しい悩むことでもなかったんですけども、まあ、そうしました。その姿が見られるのは来年のキャンプですか。そうですね、来年の春からは
もちろん背番号つけてやっていきます。最後にこのキャンプ26日までですけれども目指すべきテーマといいますか、そういったものがありました。いや、とにかく1人でも2人でも、ね、来年の春、ね、そして来シーズンに向けて楽しみだなと思える選手をね、多く出すことです。もうそれです。ありがとうございます。髪型だったり身だしなみだったりピシッと皆さん揃えていったというように思いますが、そういったところ印象どのようにありましたか？いや、まあこれが普通かなと、ね、自分は思うんですけども、まあ、皆さんが見られてもね、なんかこう今までと違った雰囲気あるかどうかし、ね、分からないんですけども、まあ、今日スタートするっていうところで、まあ、心も体ももう一回、ね、こうゼロの状態から取り組むという意味ではね、いいスタートになったんじゃないかなというふうに勝手には思ってますけども。午後からグラウンドに出て見えましたが、午前中はどういったことされてるんですか？いや、やることが多いんですよ。午前中はまあ、編成の方と話したりですね、あとスコアラー、個人的にはユニフォームの採寸まあいろいろありましたから、でようやく終わって、まあ、グラウンド出たんですけども、まあ、そんなとこです。ありがとうございました。フルスのウェアを着て初日でしたけど、はい、感想いかがですか？そうですね、やっぱりこう身が引き締まるというか、あ、懐かしいなという思いでしたね、はい。